ピーパースデーリアカルソン。ハッピーバースデートゥーユー。おめでとう。ありがとう、子猫ちゃんたち。こんな素敵な催しを用意してくれていたなんて、とても嬉しいよ。この喜びを体中で表現したいくらいさ。ありがとう、子猫ちゃんたち。この喜びを表現するにはどれほどの言葉をもってしても足りないよ。それで後ろの荷物はどうしたんですか？すごいことになってますけど。これかい？これはここに来るまでに子猫ちゃんたちからもらった儚いプレゼントさ。なんだかプレゼントを袋に入れて持ち歩くのって、カオル、サンタさんみたいね。確かに子供たちに笑顔をプレゼントするサンタと私は似ているのかもしれないね。そういうことではないんだけど。カオルくん、すっごく重そう。ハグミたちも持つの手伝ってあげようよ。ありがとう、ハグミ。いや、君たちのような素晴らしい仲間がいること、それが私にとっての一番のプレゼントだよ。